はい、速稼塾の久保です。私はですね、このコインチェックを使って以前リスクってのを大量取得してるんですよね。まあ、これをいちいち、ね、皆さんにお話しすることでもなかったんですけども、たまに、ね、メールが来るようになりまして、それはね、リスクのステーキングサービスっていうのなんですけども、リスクを持ってることに対して、まあ利息みたいなものをね、定期的に振り込んでいただけるんですけども、その連絡が今回も来ました。で、リスクってのは今結構ね、稼ぎやすいんですよ。まあ、もちろん FX ができていればって話ですけども、これチャート見てください。現在134円ぐらいでリスクっていうのは推移してるんですね。で、これを1万枚ぐらい持っているわけなんですけども、それをね、売買してるんですけども、これ見てください。このトレンドがこういうふうに定期的に右肩上がりが来るんですよね。まあ、ですんで、赤で次いきましょうか。ぐっと下がっても、ここで買えばいいんですよね。いつもそんな感じです。次も下がると思いますけども、前回の下がったところでは同じ水準のところでね、購入しました。で、前回下がりました。でもあんまり下がらなかったんですけども、ちょっとね、購入水準をちょっと変更しまして、ここからこの辺に変えたんですね。だいたい125円を割ったら買うようにしました。で、その修正に基づいて今回も125円を割ったら買うようにしまして、大きな利幅、10円ぐらいの、ね、幅を取れてるわけなんですけどね。まあ、この10円ぐらいの幅なんですけども、逆に言うと 1000枚ね、1000枚だとやっぱ1万円とかになってくるわけですよ、10円の幅でも。で、こういったものを日々繰り返していって、しかもステーキングも得るという形でね、私の場合はこの今135円とか125円のレンジなんですよね。この10円の幅を取っていってるって感じです。ですので、もうすぐね、値下がりしますよ。これ黒で書きましょうか。これからのチャートですけども、こういう風に下がっていって、また125円を割ったあたりで購入しますから、そうすると、またね、こうやって上がっていくみたいな感じで、値下がりのポイントは、135円を上回ったら手放すってことですね。125円を下回ったら購入して、135円を上回ったら手放す、利確するの繰り返しで、やっていけるんではないかなと思います。で、さらにリスクっていうのは価格を上げると思いますんで、今度はですね、130円を割ったら買うみたいな流れも来月あたりは来るんではないかなっていうふうに言ってますね。まあ、もちろんこれからの値動きによって判断は変えないといけないところがあると思いますけども、今のところ私もね、リスクでもきちんとやってるってことなんですよね。はい、暗号通貨っていうのはね、一瞬の流行りではありません。きちんと分析してきちんと向き合ってる私とかね、他のトレーダーさんに関しましては、暗号通貨専門のトレーダーさんに関しましては、一時的な資金の流入がない時ってのはもうチャンスなんですよ。要するに ICO みたいなのが流行った時ってのは、本当にですね、言い方悪いんですけども、ズブの素人が入ってきたりとか、ズブの素人が破産したりとかして、値動きがすごく荒っぽかったんですよ。まあ、ですんで、あんまりね、こう取引はしなかったんですけども、今はね、割と普通の投資家さんしかいないんで、まあ、やりやすいですね。普通の投資家さんしかいない時ってのは何かっていうと、素人があっという的にあっという間に離れていって没落していって、結局勝ち続ける人がもう固定されてるんですよね。暗号通貨の世界って今やっぱり数十人だと思いますけどもね、数十人ぐらいの勝ち組がずっと勝ちを抜いていって、で、数百人のね、ちょっと興味があるって人が入ってきちゃお金を置き去りにしてまた抜けていくみたいなことを繰り返してるなと、まさに FX と同じような感じですよね。9割ぐらいの方がなんとなく入ってきて、で、やられて去っていく、そして二度と来ないみたいなね、そんな感じで一元さんが常に来ているって感じですね。はい、では皆さんもね、ご慎重にということでございます。 FX がマスターできてないと暗号通貨言っても一緒だと思いますね。今は昔みたいにそのボラティリティがバン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 動くような時代じゃないんで、本当に金融派生商品、デリバティブになってきたかなというところですね。で、本日は以上です。